石破首相誕生した暁には、私はおそらく地方創生というものは一つの大きな柱になっていくんだろうなという期待、大きな期待を持っております。しかしその中でもですね、私は以前のようなばらまき型の地方創生ということはできないのではないかなというふうに思っております。やはり拠点をきっちり定め、拠点に集中投資をしていく、その拠点をネットワークで結んでいく、こうした拠点ネットワーク型の地方創生にならざるを得ない、そのことに